皆さん、こんにちは。本日は、数二の負の平方根についてやっていきたいと思います。数二の負の平方根、ルートのマイナスというふうに言われると、はてなって感じですが、複素数という武器さえ持っていれば、しっかりと解くことができる。そういう問題になっております。今回の単元、そこまで難しくないので、まあ、しっかりと頑張って覚えていただければと思います。では始めていきましょう。では早速、負の平方根についてやっていきたいと思います。 i 事情がマイナス1ということは、i はルートのマイナス1ということですよね。ということで、はい、ルートのマイナス A というのは、ルート AI というふうにすることができます。では早速例18ですね。ルートのマイナス7と言われたらどうなるかというと、はい、ルート 7I です。i はルートの外をなしてください。ここは注意するようにしてください。では次2番。マイナス25の平方根ということですが、こちら。 えー、プラマイのルートのマイナス25ですので、プラマイのルート 25i。つまり、プラマイの 5i とすることができます。平方根って言われた場合は、2乗してマイナス25になるものですので、プラスマイナス、両方つけることを忘れないようにしてください。で、負の平方根を計算するときは、基本的には、ルートのマイナス a というものがあったら、ルート ai。こういうふうにしてから計算すると良いです。では、実際に例19やっていきたいと思います。負の平方根の足し算。 ルートのマイナス4プラスルートのマイナス9。はい。まずは、こういうふうにルート 4i プラスルート 9i ってしてあげて、それぞれが 2i、3i ってなりますんで、足し算して 5i とすることできます。では次2番ですね。ルートのマイナス8かけるルートのマイナス6。これをそのままルート8かけるルート6で計算してルート48ってすることはできないんですよ。こう注意してくださいね。まずは i にする。2ルート 2i かけるルート 6i。 そうすると、ルート2、ルート6がルート 2× ルート3なので、えー、ルート21個出ますので、答えとしては4ルート3。で、こっちマイナスがつくので、えー、i 事乗でマイナスになりますので、マイナス4ルート3ってすることができます。では次3番ですね。こちらも最初に i にする作業を行ってください。で、有り化えー、有利化じゃないですね。えー、ルート8を2ルートに直してあげましょう。で、ルート2同士で消えますんで、i 分の2とできます。 で、これ i で掛け算して i 事乗分の 2i ってすると i 事乗マイナス1ですのではい、マイナス 2i とすることができます。では次に解の公式についてです。解の公式 ax 事乗プラス bx プラス c イコール0はい、こちらしっかりと押さえてくださいね。x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルートの b 事乗マイナス 4ac です。こちらも確実に押さえてください。では例20ですね。4x 事乗プラス 3x プラス2イコール0を解け。はい。 えー、まあ、しっかりと、A と B と C が何かっていう風に書くといいかなという風に思います。で、こういう風に計算しますと、はい、X イコール、8分のマイナス3プラマイのルートの3次乗9マイナス 4AC4×4×2 で、えー、32とすることができます。で、これ計算すると、8分のマイナス3プラマイのルートの2十マイナス3となりますが、今までだったら、ここで、じゃあ存在しないっなりますが、愛を知った皆さんの場合は、これ計算すると、 8分のマイナス3、プラスマイナスのルート 23i とすることができますで。次にこちらですね。x の係数が偶数の時に簡単にすることができる。この解の公式についてもしっかりと押さえておきましょう。ax 事乗プラス 2b'x プラス c。 はい、ここの、えー、X の係数が偶数になってるよっていう時の解はどうなるかというと、X イコール A 分のマイナス B ダッシュプラスマイナスルートの B ダッシュ事乗マイナス AC とすることができます。まあ、ここら辺が簡略されてますね。で、実際に例21。 5x 次乗 6x プラス4イコール0これを解けというふうに言われまして普通に解くとどうなるかというと a が5 b がマイナス6 c が4というふうになりますので普通に解いていくと x イコール10分の6プラスマイナスルートの36マイナス80計算してこんな感じになって計算するで、えー、全部が2で割れるよってことに気づければ5分の3プラスマイナスルート 11i とすることができますがはいこちら、えー、a b c 先ほどの公式を使って解くと、a イコール5、b' ダッシュがマイナス3、2かける何かっていうのを考えてください。で、c イコール4。そういうふうに考えますと、はい、x っていうのが5分の3プラスマイナスのルートの9マイナス20というふうになりますんで、はい、5分の3プラスマイナスルート 11i。計算の量が結構変わっていきますよね。なので、こちらの偶数の時の解の公式、まあ、しっかりと押さえておくといいかなというふうに思います。 それでは問14と問15やってみてください。どうぞ。それでは問14の解説を行っていきたいと思います。まずは括弧1ですね。この式、i にすることと、あとはほにゃららルートほにゃららって形にする4、4ルート3、2ルート3という風にしますと、計算して2ルート3を i とすることができます。 では次2番ですね。2番も同じように、ほにゃららルート、ほにゃららって形にすると楽です。2ルート 7i と、ルート35は何もできませんので、ルート 35i。で、ルート35が、ルート 7× ルート5って気づけれ,れば、ルート7、ルート7で、7が外に出る。つまり答えは、マイナス14ルート5とすることができます。では3番ですね。ルートのマイナス4分の6。こちらは、はい、2i 分の6とできて、約分できますんで、 i 分の3で i 掛け算すると i 次乗分の3 i i 事乗マイナス1なので、マイナス1分の3 i でマイナス3 i とすることができます。では次に、問い15の解説です。1番、x 次乗プラス 3x-1 イコール0。a, b, c。a が 1, b が 3, c がマイナス1ですので、計算してあげて、9たす4ルート13。2分のマイナス3プラマイのルート13となります。 では次ですね。2番。x 次乗マイナス 6x プラス2イコール0。6が、はい、偶数2。2× マイナス3って考えることができます。a イコール1、b ダッシュイコールマイナス3、c イコール2。計算するとこんな感じになりまして、3プラスマイナスルート7とすることができます。では最後3番ですね。2x 次乗マイナスルート 3x プラス1イコール0。a が2、b がマイナスルート3。ルートでも問題はないですよね。c イコール1。 ということで、計算していくとこうなって、答えは4分のルート3プラスマイナスルート 5i という風にすることができます。それでは、本日は負の平方向についてやっていきましたが、この負の平方向の考え方というのも後々大事になっていきますので、しっかりと押さえておくようにしてください。では、ご視聴ありがとうございました。